昨日夕方、河津町の旅館で発生した火事は、発生からおよそ10時間後に消し止められました。宿泊客ら102人は避難し、けがはありませんでした。昨日夕方、河津町のリバティリゾート天城荘で、本館から露天風呂に続く通路から火が出ました。警察によりますと、建物が入り組んでいて消火活動は難航し、およそ10時間後の今日午前3時45分ごろに消し止められましたが、3階建ての本館が半焼しました。旅館にいた宿泊客や従業員ら102人は全員無事で、客は周辺の宿泊施設に避難したということです。警察などによりますと、宿泊客の間ではタバコの不始末で火が出たとの情報もあり、警察と消防が今朝から見分を行い、詳しい出火原因を調べています。